はい、どうも、ゆきです。今回もドカボンのワールド、続きやっていきましょう。オッケー、今回はバッドニュースなし。先週はね、リストラばっつり食らったことで、何これ？マビン。何ですか、マビンって。ガーンやれへん。は？やば。そんなんあんの？やば。しかもすごい懸賞金かけられましたよ、僕。わ、マネールレット使うか使わないかめっちゃ嫌ないかーい。やば、ドカポン城も入れんし、この一週間、プログラム強すぎん？これ多分ワープマスいきますよ。アイテム山で6やから。やはりな。あ、これ空の村取りに行く。カムチャッカとカラフとか、なんかどっか、ブリアドか。失いましたね。マジかー。1000なんだ。90周プラス1000円、90万か、ん？ 9 万かける周数ってこと、ん？出た目か。いや、でもね、取られる可能性ありますからね、これ。使っとこう。あかん。はい、電車対策、スレイ、27もありがとう。前みたいな凶悪なあれではなくなりましたね。うわ、これどうしよう、マジで。きつ。いや、もうセルモン来るやん、これ絶対。どうなんの？でもセルモンワンチャン眠らすことができますからね、僕は。3、終わったか。終わった。終わったわ。かかってこいよ。マジできつい。お、よし。これはでかい。よかったー。セルモンかと思ったー。オートロガでね、BGM 変わりますからね。レゲンドシーも倒すとこ見よう。これを見てほしい。最近ね、成功率低いんですけど、ゴツンと一発いって、何もならず、嘘。これでファン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 いいのに。眠らせることができるのに、ありがとう。マビンではセルモン来ないとかないっすかね。さすがにないか。マビンってああいう、そういう犯罪者にできるあれがあるんか。強いな。いや、なんならお前やってもええからな、マジで。ちょろちょろフィールマスおったらもうボコボコするからな、マジで。わ、ずれ。それはずれ。450、ん？ 400 万5000、ん？ 400 万？ 405 万？懸賞金かかってましたね。これ強ないっすか、マビン。普通に。僕みたいな魔力特化してたら、犯罪者にした後に、魔法打って、懸賞金もらえますからね。CPU は襲わないんで、ある意味 CPU を唯一、犯罪者状態にできる、あれですよね。やばい。それもやばい。ダブル？ダブルできた。どういうこと？セルモン&キーの三つどもえになる？これもしかして。どっちが優先されるんやろう。こんなことある？めっちゃ買ってる。それ買ってたら、なんか俺の横でバリン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 って。ブリヤードだろお前は。ちゃうかった。あかん。
はい、電車対策、スレイ。いやー、なんか順風満帆に出たと思われた。そうですよね、俺がドレスからあんなぶち殺して、ドカポンの神がね、そんなことを許すわけがない。ジェンティーでも言ってましたからね、いつでも見とるで、やめろ、ぶんな。終わった思ったもん、もう。あ、ガード機能かパワー機能を食いたい。それじゃダメだよ。犯罪者からアイテム屋に行けるのが痛いな。しかもお休みやし。お城かな？食案か。あー、忍者か。そっかそっかそっか。ソードマスターもらってんな。まあ、2周目はね、しっかりと綺麗なね、転職をして、素晴らしい上がり幅。もうムキムキマッチョまで行きますね。今、知性しか僕ね、誇れるものがないんで、やばい、これは。細長ミュートタイムすいません。もうなんかもう氷バリバリ取っていってました。もうアホみたいに。アイスコーヒー作るために。ゴリッゴリ取ってましたわ。ええ加減にせよとは言いませんがね。これがね、前回のパート60から69の間だったら音ゴリゴリ入ってましたからね。鬼のような音が。いやー、さすがミュートボタン。素晴らしい。あの電車の騒音すらか消せんのかな。はい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 。これで行き来するか。あそこ4のクリスタル4のクリスタルで行き来するか。あのラインを。お、ここ狙いしてました。ここ出たー。さあ、でもエースちゃんは一回買ってますんで、もう一回買えるのか見ましょう。買える、やっぱね。え、あ、2個買うことはできないか。びっくりした。え、フリールーレット使えんやん、そんなことしたら。バカ。え、これもしかして0円やったら無限に使えるとかいうやつちゃうやろな、ほんま。それか借金しても使えるってこと？可能性あるよ。コンピューターそこまでバカじゃないですからね。借金しても使える可能性大。この1週間はね、ちょっと脅威から逃げないといけない。犯罪者っていうのがいかんのせん。てか、もう分かれよな。魔法ぐらいで犯罪者になってたまるかっちゅう話ですわ、ほんまに。ちょっと、その財ぶっこ抜きはマジで痛い。これは強い、マジで。絶対周期ます。お、ベーグルか。さあ、あと4日か。きついよ。殺し屋に狙われて4日。
確実に行こう。マジックキノコやったらワンチャンね、ほんまありますからね。そうなんだよな。4のクリスタル来い。マジックキノコないか？ある。あ、スピ来て。マジックキノコやったらワンチャン戦えたのに。マジックキノコやったらワンチャン戦えた。スピードはね、完全に相手の方が上回るんで、マジックやったらね、もしかしたら俺の方が高くなる可能性があった。さあ、タイミングによってはこれは2週連続でいきたいが、2週連続というか2週間か、いきたいな。これ飛ばそう。絶対飛ばす。いらっしゃいませからの、はい、ありがとう。さあ、ここでミスターは多分しっぽりと集金マスをポロポロいくんでしょうか。お、しっかりたまる境界か。機械の体、これ多分強いな、マジで。お、どういってる？ワンダーゴーソー。さあ、ここからですよ。とりあえず食うとっか。何があるかわからん。食うとってよっしゃーな展開があれば嬉しいかなって感じ。170、まあ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 。ああ、森はね、さすがにね、森はキーか、さすがに。いや、待てよ、砂漠。うわ、もうええわ。終わった。音聞け、音聞け。終わった。いや、お前が来るやん。私が先です、みたいなやつマジでええから。絶対こっち。うっしー。予測できるよ。ドリキュアラなんだよな、絶対に。だとしたら、絶対ドリキュアラやもん。呼ぶ使おう。絶対弱いやん。俺に力を。なるほど。身代わりにはなってくれるんか。ごめんよ、コブリ。悪は滅びるのみ。え、これはでも倒したことになりませんよね。これでボカスカドンやってるっていう計算か。いや、待てよ。でもね、呼ぶで、とりあえず、あれするか。名前が出てこん。何でしたっけ、キーの脅威まで晒すか。セルモン倒せるモンスターなんかまずいませんよね。てか、もう、なんていうんですか、あんなバガモンボディやのに、ね、あんなムッチムチのね、ほんまなんかのもう、ライズアップになる前の、あのクソみたいな体やのに、なんであんなポテンシャルというか、なんかもうムチムチに引き、ね、仕上がったステータス持ってるんですかね。ちょっとやっぱおかしいですもんね、あれ。仕上がり方がえげつない、ほんまに。プンない。今のプンがないね。ところどころ垣間見えるこのプンがないね、ほんまに。明らかに欠陥やろ、これ。他のワールドの動画でもなってんのこれ。わからんのすけどね。お、ボコスカやってるわ。そう、あと2日。もうでもセレモンに出会ってしまったからもう終わりやな。セレモンは安定のドリキュアでんですからね、これ。うわ、めっちゃ減ってるやん。
頼む。通って、通って、通って。なんなんこいつ。ずるいねん、ドリキュアラっていうんが。ああ、もう戦型、もう絶対無理やわ。だって死ぬもん。この俺の魔力を持ってすらもうエレクトラ貫いてくるもん。おかしいやろ。間違いが起これ、なんか。ああ、もう確実、こいつ。何取られる？3011とかもうやばいやろ。うわ、装備もしか村か。悪は滅びるの。うわー、やられたー、ボーリン。まあ拾ったもんとはいえ90万ぐらいするけんな、あれ。くっそ、マビン。いや、いるもんな。アフリカ行かなきゃになった。ただ、ちょっとお金を作らなきゃいけない。潮がえる。で、僕は日曜日休みで月曜日逃げ切れるかな。赤、赤。はい、電車対策する。フリールーレットプラスあれでいくか。飛ばそう。いや、壮絶な1週間やったな、ほんまに。マビンから始まったな、マジで。きつ。その後キーにも狙われるって壮大な人生ですよ、本当に。これマジで強いって、このプログラム。バランスいかれてるやん、これ完全に。マルチクリスタル永久に擦り続けれるって。お金預けるんかな。あ、じゃあベーグルか。フリルはやっぱ取りたいな。取った後、集金に行くか。そしたら多分ね、バーニングのお金ぐらいは多分手に入ると思いますんで。オッケー。ステンペンステンペンでさ、まあでもバーニング、まあよしとしますか。今フリールーレット一番欲しいんで、それが買えないのが多分一番辛いんでね。さあ、というわけでございまして、90周目ご視聴ありがとうございました。やられちゃったなぁ。マビンって何だったのっていうのが、まあちょっと分かって、すっきりした反面、やっぱセルモン強いなっていう、あれどうやって勝つのかな、ほんまに。魔法の薬多分飲んでも無理なんじゃないかなと思いますけどね、あれ。ああ。まあとはね、キーが1日まだ延長で残ってますんで、それをどうかわすかっすよね。マビン使われたとやったから多分1日は多分かわさないといけないんで、そこはちょっと気がかりですね。さあ、それでは90周目終わりましたね。きつい。まあでも今後の展開としては、僕はフリールーレットを買う。で、アフリカに飛ぶ。で、集金、村の発展していってからムーエリア。これに行きましょうかね。キノコはちょっと考えようかな。いると思うんですけど。はい。さあ、それでは、また90周目お会いしましょう。バイバイ。はい。あのボディに何が隠されてるんですかね、ほんまにセルモンの。ちょっとずるいっすね、あいつ。倒したらなんかもらえると思うんですけどね。財が3個ぐらいいる。で、忍者じゃないと無理。多分、暗殺決めなきゃ無理。